海岸の北海、ワッテン海に浮かぶ、干潮時に、陸島となる島。広さは3平方キロメートル、人口は32人。クックスハーフェンの北西方13キロメートル、ハンブルクの中心部から約120キロメートルに位置しており、ベーザー川とエルベ川の三角港に挟まれている。行政上は、ドイツのハンブルクと区別し、州のハンブルクミッテクに属する。 この国は、鳥類保護区で、民間人の立ち入りができないシャールヘルン島や、ニーゲヘルン島も含まれている。ノイベルク島を合わせた、この3島と、ワッテン海の周辺海域は、ハンブルクは天海国立公園に指定されている。島の内側の約3平方キロメートルを取り囲むように堤防が築かれており、徒歩でも約1時間で一周できる。その外側に広がる潮沼は、 アウトラントと呼ばれ、都鳥、アジサシ、サンドイッチアジサシ、ユリカモメ、セグロカモメなど様々な鳥類の産卵地となっている。夏場には農家がアウトラントの北側で牛や馬の放牧を行うこともある。干潮時には対岸のバットバーゲンから徒歩で行き来することができ、クックスハーフェンからは四輪馬車も運行されている。 泥が一直線に平坦に堆積していることで道ができるのである。道中には緊急避難用に背の高いケージが設置されている。もし騎士から離れたところを歩いている間に道しに捕まってしまった場合は、このケージに登って引きしを待つか、照明弾を撃って助けを求めることになる。照明弾を使うと救助ボートが送られてくるが、レスキュー隊に借金を支払い、 かなりの額の罰金を納めなければならない。夏には満潮時に MS フリッパーが島とクックスハーフェンのアルテリーベコを行き来している。運行が潮の干満に左右されるため発着時間は定まっていない。片道の所要時間は約1時間半である。主な観光地としてノイベルクの大灯台がある。安い料金を支払って展望台に登ると 島と海岸線を一望できる。灯台内には7部屋のゲストルームを有する小さなホテルがあり、灯台の隣にも宿泊施設がある。また、灯台の近くには、これまでに岸に流れ着いた遭難者の遺体を葬った無名者墓地がある。なお現在では、漂着した遭難遺体は大陸へ送られることになっている。ノイベルクの大灯台。 1369年に建造されたレンガ作りの建物、干潮時の空撮写真、ノイベルク島は中央部の緑色の範囲。ハンブルク市にとってエルベ川とその先のノイベルク島は極めて重要な存在だった。ハンザ同盟に所属するハンブルク、ブレーメン、シュターデの商人たちはザクセンコアルベルトにせい。 その追いにあたるザクセン・ラウエンブルク公、アルベルト3世、エーリヒ1世、ヨハン2世、さらには、ノイベルクが属するランとハーデルンを共同統治している、諸領主たちに掛け合い、1286年4月24日の、権利書で、当時、王、または、逃げ王と呼ばれていたエルベ川川口の平たい干潟の、島、すなわちノイベルク島に、常夜党を設置し、維持することを認められた。 1299年11月1日、アルベルト3世とヨハン2世は、ハンブルクなどの会長たちに、要塞化された塔を建設し、ノイベルクすなわち、新たな仕事と名付ける許可を出した。その後35メートルの監視塔剣ヒル印が、1310年に完成した。完成後、ある市会議員と10人の武装兵が塔を占拠した。ノイベルク島に言及している。 現存最古の文書は、1316年のフリース人の契約書で、ここでは、救命の逃げ大島という名が使われている。現在の塔ができた時期は、資料によって1367年、1369年、1377年と、まちまちであるが、いずれにせよ先代の木造の塔が消失したために、再建されたものである。この塔は、 ハンブルクに残る最古の建築物であり、同時にハンブルクに現存する最後の城塞設備である。1648年から海上標識用の灯火が夜間に焚かれるようになり、1814年には東大に改装された。それでもなお、ノイベルク島近辺では難破事故が後を絶たなかった。第一次世界大戦中、東大は砲弾を受けて、灯火装置と、 信号装置を破壊された。また、ノイベルク島近辺では、1915年9月3日に、セッペリン飛行船 LZ40 が落雷にあって、近くの北海海域に墜落し、20人の乗組員が犠牲になる事故が起きた。ノイベルク島は1937年の大ハンブルク法で、プロイセン州に編入されたが、第二次世界大戦後には新設された。 ニーダーザクセンの一部となった。1946年、18kW の発電能力を持つ直径15メートルの風力発電機が設置された。これはディーゼル燃料の消費を抑え、東大や島民の電力を賄うのに役立った。この風力発電は20年ほど稼働し、その後本土から直接電気を供給する海底ケーブルにとって変わられた。 1969年、ハンブルク市は、ノイベルク島や、シャールヘルン島など、クックスハーフェンの海岸地帯における辞書に有していた、古い権利を放棄した。ナンパした、HMS プロセルピナからノイベルク島へ逃れる、上院2007年12月31日の時点で、ノイベルク島には39人が居住している。うち26人が、女性、13人が男性。 他に11人の当該者がいる。ありがとうございます。